桑原実像から1931年5月24日は、日本の東洋史学者、京都帝国大学教授。1898年に出版された、著書、中東東洋史は、東洋史教科書の定番となった。1871年1月27日越全国に、製紙業者、桑原久兵衛の次男として生まれる。 京都婦人城中学校から第三高等学校に進学、同校を1892年に卒業、帝国大学文科大学に入学すると漢文科から同大学院等洋史専攻に進む。1898年の終了後は母校の第三高等学校で教授職に就く。翌1899年に、 同高等学校から高等師範学校に転じ教授、国費留学のため退官、文部省より中国へ派遣される。1909年に帰国すると、京都帝国大学文科大学の教授となり、東洋史学第二講座に就任。在職中に博士論文を書き上げ文学博士号を授かる。高等官に等。1930年に、同大学を定年体幹。 翌1931年の2月に、京都大学の名誉教授、5月24日、61歳で、没する。高等官一等、クライヘ平和、肖像位、君二等。東洋市教育の創生に尽力、東西交渉士等の分野で優れた業績を残した。新国留学中に一時資料を写真に記録、帰国後、京都帝国大学に赴任すると、内藤コナン。 加の直樹とともに京都派東洋史学を確立。新朝交渉学の伝統と西洋の文献学的方法を総合し、中国史、東西交渉史に優れた業績を残した。中でも、大円国の山上についてでは、西域の歴史、地理について、白鳥倉吉や藤田豊八らと論争を展開した。主な弟子に、宮崎一さだらがいる。思考の前に思考なく、 思考の後に思考なしと思考定を再評価した。子息は、フランス文化研究者の桑原武雄。東洋史全園東洋文明史論争史な法制史論争東西交通史論争中東東洋史東洋史,東洋史参考図書東洋史教授資料カバノコトブキカノエの自席講師勇気別冊、桑原実像博士所蔵図書目録前春創作員。ありがとうございます。